はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、我が地元足立区に戻ってきておりまして、今回訪れたお店がこちら、もう後ろに見えております、もうラーメン怪力屋さんでございます。まあこちらのね、怪力屋さんも有名なチェーン店で、まあいろんなねところにあるんで知ってる方も多いかと思うんですけれども、こちらのお店は京都の背脂醤油という京都のね、地元のラーメンがメインとなっているラーメン屋さんでして、まあラーメン以外にもね、いろいろちょっとサービスがあるみたいなんで、そのあたりを紹介しながら今日は食べていこうと思っております。でちょっとね、これ皆さんには見えてないんですけども、今日もねちょっとカメラマンでマイチンも同行していただいておりますので、はい、途中でマイチンにも食べてもらって味の感想をね共有しながら皆さんにお届けできればと思います。それではね、ちょっと中の方に向かっていきましょう。ちょっとね、普段こっちちょっと映してほしいんだけど、もう待合席がすごいのよ。本当に土日とかここめちゃめちゃ埋まるの。この辺りだと人気店なんで、これねちょっと僕今日絶対紹介したいなと思って、このお店にアポイント取らせていただきました。ただねちょっと営業中ではあるんで、まあ喋りのねトークの音量は控えめにしましょう。目がかかっちゃうから。はい、はい、早速中入ろうかということでね、ただいま店内の方に入っております。ちょっとね、いろいろ今メニュー表を見てるんだけど、こんな感じでね、まあこれ言ってた京都の背脂醤油ラーメンだね、これがメインになるんだけど、いろいろこっちにもメニューがあって、コクうまだったりとか辛味噌とか、まあ、もやしラーメン普通の味噌とかだね。でプラスアルファで結構期間限定のメニューが多かったりとか、まあ、これもね転職商品があって、まあ、お酒飲むにもぴったりですね。やっぱとりあえず行くなら普通のデフォ、デフォ食べたいですね。でも先にちょっと注文だけしちゃっていい？はいはい。あ、ありがとうございます。大盛り醤油全部乗せラーメン背脂多めです。すいません、ありがとうございます。夕食の中ご飯です。ありがとうございます。でめっちゃうまそうよこれ。ということで今ね1杯目到着いたしました。これね全部のせラーメンに、まあ、餃子ですね、まあ、伸びちゃうといけないんでね、早めにいただこうと思います。ごめんね先に食べちゃって。どうぞどうぞ。失礼します。いただきます。これ背脂多めにすると結構多いね。すごい。いただきます。これだこれだ。思い出した。あーうまい。うま。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。マジうまい。ベースはね、スープもしっかり動物系の味が入ってるんで、結構ねコクがあるんだけど、プラスアルファね今回この背脂多めにしてるんで、この動物系のうまみが半端じゃない。うま。ちょっとこれ麺いっちゃっていいですか。いっちゃってください。こういうのがいいんだよね。なんつう懐かしい感じっていうの。このね細ストレート麺もちもちしてるし、うまい。ない組み合わせだよこれ。うま。このまたさ、今っぽくないチャーシューがいいよね。今のさ、この低温チャーシューとかじゃなくて、こういう薄切りのさ、しっかり火入ったチャーシューが、こういう懐かしい系のラーメンにめちゃめちゃ合いますね。海苔とチャーシュー背脂に浸して、これ麺と一緒にめっちゃいい。そこに乗っけるの。うわ、いやこれねご飯にスープを染み込ませるのよ。説明いる？いらないぐらいうまくない。そしたらこれ来た唐揚げね。唐揚げはこんなタイプです。サクサク感が伝わるぐらい。いただきます。うまっ。熱々でうまっ。ご飯と唐揚げを定食でセットでつけても250円だからね。めちゃめちゃお得だよ。ってことは。マヨつけちゃうよ。マヨから。
うまっ、うん、これ今日の撮影幸せだわ。確定だ、確定。今回ね、この足立区の怪力屋さんで撮影しようと思ったきっかけが、コメント欄でたまには地元でも撮ってくださいみたいなコメントがあって、どこで撮ろうかなって考えた時に一発目に出たのがこの怪力屋さんだったね。もちろんね、別にチェーン店だから足立区らしいお店ではないんだけど、個人的にやっぱ思い出のお店ナンバーワンだったから、ちょっとここかなって感じだった。うん、そう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 。ちょっと続いてこの餃子いっちゃいますか。こんな感じっすね。小ぶりなんで、2個食いでいかしてください。うわー、贅沢っすね。いただきます。うん、皮パリパリ。いやこれ間違いないよ。下味に関しては結構ね、あっさりめかな、さっぱりしてるんだけど、その生地のパリパリ感とか、生地自体のその味っていうのかな、それもしっかりついてるから、個人的には醤油とか別につけなくても十分美味しい。そしたらせっかくだからさ、入れちゃう？気になってました。もうこんな感じでね、卓上にネギが置いてあって、これねもう入れ放題なんで。うわ、これぐらい。これっすよ、これだよこれ。うん、ネギの隙間にスープが染み込むのよ。これがうまいの。これ一瞬でなくなっちまったよ。うまっ。これちょっとさ、締めに取っといたんだけど、悪い食べ方しちゃっていい？ちょっとね、残った味玉とこれね、背脂スープをここにこう。飯テロっすね、これ。これ、終わりじゃないから。ここに追加で、卓上にあるこれ、ニンニク？これをね、ちょっと入れたいなと。やばい、匂い。匂いがやばい。ちょっといただきます。よだれ出てきたわ。いや、これ最高だ。これは最高だ。悪い食べ方っすね。うまいもんはバカになって食った方が一番うまいから。うん、はい、ということで、ただいまね、1巡目のラーメンと定食のセットを完食いたしました。ちょっとね、この2巡目は毎日も食ってほしいんで、ちょっと追加で注文しちゃいますか。いいんですか。もちろんでございます。お願いします。はい、ありがとうございます。そしたら2杯目来たんでいただいちゃいましょうか。いただきます。はい、いただきます。さっきどうぞどうぞ。いいですか。間違いない、間違いない、間違いない。うまっ。うまい。ネギめっちゃ合う。よかった。ちょっと俺もいい、これコクうまいっちゃって、はい。でも違うね、スープ全然乳化してる、こっち。うん、あ、うまっ、うまい、うまい。やっぱ乳化してるからまろやかさが増してる感じ。そう、ちょっとね、スープ感は弱くなってますけど、うん、味はね、すごくまろやかになってる。もうさ、これさ、インサート取ろうと思ってもさ、ネギがすごすぎて、あのスープが映らんんだけど。合うっすよね。うん、
飯行ってみないと。うん、焼き飯うまっ。卵の甘さとさ、あとチャーシューのタレの味がさ、全体に渡ってんのよ。うまいよね。ちょっと改めて食べたけど、ちゃんとね、思い出補正じゃなかったわ。ちゃんとうまかったわ。思い出補正、甘さあったっすか。ネギだけで食べても美味しい。うんうんうん。スープと、たくあんが厚切りで嬉しいのよ、うん、カメラ越しだとちょっと厚みがね伝わるかわかんないんですけど、まあ、普通の定食屋とかに出てくるやつの倍近いよね、うん、おかずがなくなってもこれでずっと飲めんの。同じこと言おうと思ったたくあんでご飯いけるなぁと思って、うん、ちょっと悪いこと試していい？こうじゃない？あ、めっちゃいい。これ。あ、うまい。うん。はい、邪魔しよう。すぎるわ。うん、あ、やべ、集中しすぎちゃって YouTuber としてあるまずき最後の一口とかやるの忘れた。普通に飯食いちゃった。ただのオフだ今日。はい、ということでただいまね、怪力屋さんでラーメン2杯に、まあ、定食のものですね、プラスアルファで、まあ、毎日もね一杯ラーメンを食べてきましたが、もうね2人とも意見が揃って、まあ、美味しかったと。もうとにかく美味しかったと。まあ、こういう系はね正直理屈じゃないと思うんですよ。その懐かしさとかなんかうまいっていうのはね、やっぱりこの遺伝子にね響くうまさがあるんで。結構ね怪力屋さんは全国的にチェーン展開されておりますので、まあ、近くにあるよって方も結構いらっしゃると思いますが、あるんだけど実は行ってないって方も多いと思うんですよ。まあ、ぜひねこの動画を見た機会に、まあ、怪力屋さんで美味しい背脂醤油ですね食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね。